どうもこんにちは、たまちゃんです。では本日はアサシンズクリードオデッセイを遊んでいきましょう。アサシンズクリードと言いますと、もう超有名な UBI ソフトのシリーズ作品ではありますが、今回のオデッセイはアサシンズクリードにディアブロを組み合わせたかのようなゲームとなっております。の敵を倒すとレアリティ付きの装備品が入手でき、それでキャラクターをどんどん育成していく、そんな内容ですね。で、アサシンズクリードオデッセイは前作のオリジンズと、あと次の作品のバルハラと合わせて3部作と言われており、まあ、今までのアサシンズクリードとはちょっと路線が変わりました。まあ、ステルス中心でタイミングよくボタンを押して敵をさばいていくみたいなゲーム性から、もう戦闘面は純粋なアクションゲーになりました。で、オリジンズでハクスラトレハン要素が組み込まれ、今回のオデッセイはさらにそれが強化された形となります。一方、次回作のバルハラはトレハン要素がなくなりました。なので私のチャンネル的にはオリジンズか今回のオデッセイが好まれる方も多いかもしれません。で、今後の作品はまたステルス中心のゲームに戻るみたいな話があります。というわけで早速オデッセイはどんなゲームシステムなのかギュッとまとめてお送りします。さあ、アサシンズクリードというとね、西洋の綺麗な街並み、そこが舞台だったりしましたが、まあ、この3部作ではそこら辺のね、まあ、世界観から変わってきてますね。さあ、始まった。なんかリワードがアンロックされたけど、落とすんだ。まずはジャコイキ、これ敵か。これ40ってなんだ。 LB 流しの A でブルーラッシュ、どれが敵なの。これ敵か。ほら、ブルーラッシュ。ディフェンスは、ディフェンス方法はわからないが盾持ってないな。とりあえず突くしかない。で、40レベルになってるから、この後またね、1レベルに戻るんだろう。おぉ、ブルーラッシュ強い。まあ、初めはなんか、無双できるような、そういう状態なんでしょう。おぉ、すげえ。いろんな技があるな。次は難易度を選択。まあ、ノーマルでいいかな、じゃあ。ガイド付き。アレクシオスに、カサンドラ？いや、ちょっと女キャラで行ってみようか。あら、いけない、殴られた。なんで殴られたんだ。声が聞こえないからわからない。さあ、戦闘だ。よし、貴様を倒す。新しい彫刻がアンロックされた？これは、なんかの特典っぽいね。まあ、後で見ましょうか。まず、ロックオンで。で、LB プラス RB、受け流し。おお、受け流した。さらに受け流す。パリーだね。ジャスト回避とは違うのかな？どんどん得点が手に入る。ほら、受け流せ。そして切る。あまりに受け流してばかりだと話が進まなそうだ。さあ、一体倒した。紀元前だからね、容赦なく殺していきます。とどめたー。まだ生きてんな。あれ、やった。さあ、倒してと。さあ、殺したかと思いきやまだ生きてるようだね。このまま処刑するのかどうかだが、覚悟はいいな、貴様。死んでもらおう。あ、さらに戦うの？パリで、ぶった切ってと、やったー。とどめ。フィニッシュムーブもあるようだね。あとは担ぐ。まあ、ここら辺は既存の作品にあったような感じですかね。この死体が敵に見つからないように隠すみたいに。で、まずはインベントリー。これは装備画面ですね。先ほど大量に入手していましたが、なんと特典でレジェンダリーの剣が使えます。初めから。まあ、レベル1なので、すぐに交換することにはなるんでしょうけどね。これは弓のようですが、まだ装備できないようだね。あと鎧ですね。お、あ、これは、中二病フードですね。朝栗風の。このいでたちでも戦えるんだ。
とず A でさっと登れますね。アサシンズクリードシステム。高い壁をどんどん登れます。動物を倒したいか？倒して探る。素材を入手した。おりゃ、あーと。なんか今マークついてたけど。倒した？倒したっぽいな。生皮。何のマークだったんだ。ターゲットが近い。イカラスを呼べ。おお。ターゲットってどれのこと？マーカーを設置する、あるいは LT で止められる。どれ？お、なんか発見しました、今ね。さあ、お次は、馬をもらいましたね。アイテムを盗む。盗むことも可能のようだ。次は、盗賊の野営地。おっと、これで攻撃ができる。ダッシュは？あ、A ボタンで自動で移動してくれる。なんで楽ちんなんだ。ここになんかある？これはクエストかな？新しいロケーション。ちょっと話を聞いてみようか。どうやらこの洞窟を調査する。そのクエストが始まりましたね。読み込みなしかな？右長押しで松明を装備する。おお、明かりがついた。さあ、画面上のゲージが赤くなりましたね。敵でもいいのかな？どうだ？あいつは敵なのか？あ、敵だ！よし。なんでこんなとこに敵が？あ、ディフェンスは？松明で戦えんの？燃やした。よし、パリだ！いけー！あんまり効いてる気がしませんね。落とした。ほら！チャキチャキディフェンスが可能かな？結構連打でね。まだいる。あらてが。回復したいんだけど、どうすればいいの？武器持ち替えたい。あ、これだ。何も見えない、しかし。暗くて。ただし、この斧で切った方が圧倒的に強いぞ。おりゃー、とどめ。探る。あ、ライフ回復しましたね。一戦ごとに敵がいなくなれば回復するようだね。さあ、早速、装備品入手しましたね。まあ、しかし、このレジェンダリーの方が圧倒的に強いんだろうね。お、パンツだ。傭兵のベルト。序盤からどんどん手に入りますね。で、ここがクリアのようだね。さあ、A 長押しで、自動で進んでもらいましょう。この間に、お茶とか飲めますね。あそこなんかいるけど、あれ敵かな？なんか敵っぽいな。あ、敵だ。よし、倒していこう。敵をどんどん倒しながらね、進んでいきましょう。レベル5だけど、勝てんのか？なんかそれに強いな。こいつら、同士打ちあんのかな？お、あ、強い、強い、全然減らない。レベル5無理？パリはできるけど、なんか無理っぽいね、これね。勝てる気がしないよ。おら、パリー！この野郎。さあ次は、ステルスの、チュートリアルかな？それっぽいね。かがんで隠れられますと。で、寄ってきたところで、Y で暗殺。あらで、死体はこういう草むらに隠せるんだろうね。で、口笛を吹くとかあるんじゃないの？ありますね。口笛で誘うと。強い敵もこれで一発でやれるかどうかだね。おら、決まった。暗殺で50体とかいう実績もありましたね、今ね。何？賞金稼ぎに追跡されている？なぜか、賞金首になってしまった。仮の対象。賄賂を払うこともできると。傭兵メニュー。なんか雇えんの？なんだこれ。自分の傭兵ランク。こいつに追われてんのかな？今ね。石剣のタロス。でもレベルが高いから、とりあえず無視しようと。そういう話ですね。この海岸には何かあるっぽいんだけど、戦利品を獲得。まあお宝を探す要素もあんのかな。これだな。さあお宝回収。胸当て。まあ今は必要ないね。
次は弓かな。弓で狙って、流してチャージ。うおアビリティメニュー。レベル上がりましたね。これがスキルツリーか。まずはどれを取りましょうか。ハンターか、ウォーリアーか、アサシン。現在の装備は、アサシンが強くなってんのかな。アサシン300になってますね。これら装備によって。アサシンダメージアップ。つまりこのアサシンを取っていくと良さそうですが。これは毒攻撃か。これは、周りを探索できる。便利そうだけど。これか。アビリティ。どこだ。よし。どこ行き。一体倒した。さあ、馬がアンロックされて、馬にもレアリティがありますね。どう違うの？なんか移動速度が違うとか、そんなことあんのかな？今んところ見た目違いかな。現在ここら辺にいるっぽいですが、マップ。わあ、広いね、これ。めちゃめちゃ広いよ。オープンワールド。相当だな。ここら辺水なんですかね。泳いでいくのかな。あ、敵だ。弓で。あっと、松明投げた。あ、そっか。わざと松明を地面に捨ててね。で、それを明かりにして戦う。というのがいいのかな。オブリビオンあたりでは、こういう戦い方をしてましたね。なんか松明を地面に置けるみたいな。モッドを導入して。敵だ。俺、松明。さらに弓で。撃っていく。よいしょっと。ヘッドショットで一発だ。ここは、盗賊のねぐらのようだね。暗殺しまくりできるかな。どっか恨みじゃないのか。敵はどこだ？敵をマークする。イカロスで。マークしろと言われてますね。結構寄らないと。マーキングならないのかな。あ、屋内も探れるんだ。すごい便利だね。あれはお宝ですかね。あ、切れた。あ、見つかったのか。なるほどね。見つかると切れるんだ。私は弓を打っていきたいが。おら。決まった。あ、倒した。あ、近くに行っていた。さあ、戦闘開始。おー、落ちた。落ちたが死にましたね。パリの受付時間は結構長いかな。あれは敵か。5レベルか。私は4レベルだけどやれるかな。あ、タロス来た。よし、早速弓で撃ってみるか。危ない。さあ回避して。ジャスト回避が決まったけど勝て。勝てんのかこいつ。ああ、パリが効かない。しかし頑張ればやれそうであるんだけどね。やられたー。ギャー、強いな。ジャスト回避すると結構な時間がスローモーションになりますね。その間にうまく切れるかもしれないが、危ない。こんな感じで結構ゆっくりになる。よし、とりあえず今は倒せないんで諦めよう。鍛冶屋がありますが、アップグレード。現在の自分のレベルまで武器レベル上げてくれる。でも材料が足りない？足りませんね。費用はかなりかかりそうだな、これは。あとは彫刻で、剣に対して、この空きスロットにどの能力をつけるか、それを設定できんのかな？これつけられんの？アレスの雄たけびってなんだ？それがわかんないな。どうせなら弓とかにつけましょうか。とりあえずハンターのダメージ。これで狩りの能力がちょっとアップするんですね。で、これ見る感じ、10段階ぐらい強化できる。なんかそんな感じがするね。まだいける？あ、これじゃいけないんだ。これね、白い点が今一つですけど、10個ぐらいあるよね、スロットが。あら、敵か？お、なんだ？火で燃えた。なぜ？
いつの間にか火の能力を得ている。あ、いっぱいいる敵が。あら、今度は燃えませんでしたね。ジャスト回避から切りまくっていく。さあこいつを切りたいが、あ、こいつも結構硬いね、この指使い。ジャスト回避が決まって、横から一方的にやれる。よいしょ、さらにジャスト回避、キレ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 。あった、弾かれた。あー危ない。目の前で暗殺したが、まだ気づかれてない。暗殺、あ、こいつ暗殺無理だ、さすがにな。ダメージ与えられるけど。危ない、うわー、ともうちょい体力回復した、こっちは。おかげで。やった、ボスは倒した、ザコン倒した。さあ、報酬。見つかった。しかし今回は、ダメージ相当減ってますよ、奴は。危ぞ。さあ、切ってけ。チャンス。さらに回避する。いける。ほら。はい。こちらのレベルが上がってしまえば、楽勝なんだね。さらに回避して。やったー。傭兵を倒した。これ何？傭兵だから仲間にできるんじゃないの？闘技場への招待状？仲間にできるわけじゃなさそうだね。傭兵というよりは暗殺者だったね。ここら辺はシャドウ・オブ・モルドール、それに近い感じだな。さあ、本日はここまでにしましょうか。以前前作のオリジンズも遊びましたが、今回のオデッセイの内容ならば、まずはオリジンズから始めても、まあ多分全然問題なく遊べますね。で、オデッセイの発売日が2018年10月6日ということで、もう結構前なので、オリジンズと合わせて、どちらもセールで超安く買えるため、もう気になった方は、ぜひ購入して遊んでみてください。じゃ、というわけで、実況はたまちゃんでした。